しくねー。よろぴくみんって今ほんと言う手前だったけど、あどうしようかなと思って、よろしくねーに書いちゃった。よろぴくみん今日前髪なんか丸まりすぎたの、不調。こんにちは。こんにちは。今日さトレーナー来たけど寒かったじゃない、暑かった。失敗したと思って、朝さなんか寒そうな雰囲気を出してたじゃないですか、外がね出してたから半長袖トレーナー来たの。そしたら暑くなるっていうね、驚きよ。こんな一日です。今日は蚊に刺されたところ腫れちゃった。腫れてます。レモンもね腫れすぎてて、今もう隠してるっていうか、もうこうちょっと角度つけてバレないようにしてる。そうまぶた刺されまして、そう蚊に、なんかもうなんか目あるじゃないですか、あどうやって表したらいいんだろう、これ目でいいや。で、ま、あの、まばたきする。あ、違う。これじゃ分かりにくいな。どうしたらいいんだろう。あ、目でここをじゃあ、普通に、ここら辺をね、目の、ここら辺を刺されたの。まぶたの。まぶたの目のここら辺を刺されて、こう、目が開くと、なんかもう、ちゃんと開かないみたいな。そう。しかも、いつ刺されたか分からないっていう、本当にショック。なんかもしさ、ね、それがさ今日が例えばもう公演ですとかさ、なんだろう他にもなんだろう何か用事がありますって、まあ、用事はあるけどなんて言うんですかね、なんか普通になんだろうな、みんなの目に触れるものの用事、ファンの皆さんの目に触れる用事だった場合がさ、はぁってなっちゃうところだったから、よかったと思って、なんかうん、いやなんか逆にね、例えばもう例えばなんかなんだろうな、じゃあコンサートがちょっとね、まあ今月あるからさ、例えばじゃあもう今日がコンサートですとかやったらさ、もうこういう状態になっちゃう多分本当にもう無になっちゃう、本当それぐらい今ねだいぶショックを受けてる。ショック、うん、ショック、ショックはショックです。そんな感じだよ。悲しいけど、何かいい方法あったら教えてください皆さん。そんな感じです。そう、そしてドボンもね、そうハッツがなんかすごくハッツがすごく近づいてきてて、今すごく焦ってる。あと10ぐらいしかないよね、確か10ちょっとぐらいしかなくて、昨日が本当にそんなできなくて、そうできなかったけどだいぶ近づいちゃってまして、いやだい頑張んなきゃって思ってなんかもう動揺隠せてなくなっちゃって、頑張んなきゃと思ってます。うん頑張る。いやもうこのままじゃこのままじゃ、なんだろ、みんなせなちゃんのカードにしてくれたり、みんなさん本当にいっぱい協力してくれてるから、いやここで愛が落ちてしまったらダメだと思って、でももちろん抜かされても抜かし返しますが抜かし返しますが、ちょっと抜かされないように頑張ります。はい頑張ります。でもせなちゃんもね今8位ぐらいだよね、だからね、そうそちらも上げていかないとって、どっちも頑張んなくちゃって思ってる。そう
今回何位までだっけ、じゃあランキング10、あ違う、今せなちゃん9位だったかな、12ぐらい、11、12ぐらいまでだったから、そうだよね、ちょっともうちょい上げていこうって思いました、せなちゃんを。だからちょっとね、そう、数をこなしていきたいと思います。そうなので頑張るぞ。せなちゃんを上げつつスキップを増やす。でも本当にスキップ出なくて、さっき本当ショールーム始める前もねやってたの。そう、あじゃあこれ最後にしようと思ってショールームやろうと思ってやったら1枚も出なかった、スキップはっと思った、出ないって。ちょっと頑張って頑張ります、どちらも。ファイトファイトする、頑張るぞ、できる時にいっぱいやります。確かに初押しにもセナタンのカード入れてもらわないとだって確かに確かに。でもさね、逆にさ、セナちゃんもそうだけどさ、なんだろう、あでもそっか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 、なんでもない、なんでもなかったなんでもなかったって、やっぱりなんでもなかった。いや頑張るぞ、頑張ります。そうなので出会った方で、出会った方、今ショールーム見てる方であゆに出会った方は、あゆがスキップ出した時にドボンができても、もしよかったらしないでいただけたら嬉しいなって思います。そう、なんか前回のがなんかされないみたいな噂を聞いたので、よかったらあの、そう、あゆがスキップ出して、あドボンできる、あでもでやめていただけたら嬉しいです嬉しいですっていう、ごめんね、すごいね、みんなもね欲しいけど、欲しいよね絶対。でももしよかったら、よかったらでいいので、はい、お願いします。そんな感じです、はい。そんなだよ。はい、そんな、でも本当皆さんね、きっとでも本当にドボンいっぱいやってくれてると思うんですよね、やってくださってるよね絶対。だってあゆ結構、今日も結構あった、あゆの〇〇みたいな、あゆの称号使ってくれてる方と出会ったので、で、あ甘いもの欲しいと思った方は、あゆのじゃあおすすめのグミを紹介します今からすっごい急に始まる。そう、なんか昨日ひなのさんから一口もらって美味しかったから、あゆも買ったんですが、そう、さっき本当にこれ、これおすすめ、美味しい、グミ好きな方そう、3種類の食感があるやつなの、ほんとおすすめ、おすすめです。もうピュレグミじゃないのかってなってるんですが、ピュレグミはもう殿堂入りなんですよ、あれの中で。そう、もうほんと久しぶりに冒険した、まあ冒険というか、まあひななさんが昨日くださったから冒険とは言えないのけど、言えないけどコンビニにあります。コンビニにしか逆にないかもしれない、わかんない、あゆなんでコンビニでしか見たことない、これコンビニ、ぶどう味です。ちなみにあゆの好きなぶどうなんて名前だっけ、名前がわかんないあんまりわかんない
はい、お願いします。それで糖を取って頑張ろうね、一緒に。そう、ほんとなんか勉強とかもさ、糖が必要だって言うじゃないですか。だからね、そうだね、糖を取って頑張ろうね、一緒に頑張りましょう。ちなみになんですが、この配信は15分間です。すごいなんか中途半端なところで言っちゃった今日の時間ちゃちゃ。さあ、ではこの後もドボンをやるよ。でもそうだね、一回用事でできない時があるけど、今日もほぼほぼやってるかな。できる時は、できる時は多分結構出没してるので、はいはいっていうはいです、はいです、ですです、はい、よろしくお願いします。でももしかしたらちょっと、もうちょっとしてからやるかも。うん、ちょっとね、そういう、そうだね、ちょっとしたらかな。何時頃からやるかな。あ、でも多分ね、4時半前ぐらいは絶対やって、4時半前ぐらいからそうは絶対やってるけど、でも一旦やらなくなってまた再開するみたいな感じだね。なので、はい、ですです、よろしくお願いします。出会ったら、チャンチャンチャラチャン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 チャラチャンチャン、チャン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 。あ、そうだ、今日の TikTok が、今日の TikTok、 あ、嘘、なんでもない、遅れるかなと思ったけど遅れず、多分6時台に出します。でも一瞬、あ、遅れるっけって今ちょっと今一瞬心配だったから言おうかと思ったけど、遅れず投稿します。はいグーって、です今日も見てください。そう、ちょっとね、755にリンクね貼り付けてない時もあるんですが、ちょっとそうドボンの関係でできてない時もあるけど、ちょっと投稿はしてるので毎日見てくれたら嬉しいです。はい、お願いします。もうそろそろ15分経つかな。経ちそうだよね、多分経つよね、多分もうあと1、いや1、2分ではない、2、3分ぐらいかな。じゃあ何話そうかなあ、もうあともうちょっとだね、あともう14分11秒経過しましたって。どうしようかな。じゃあゆっくりランキング発表をして、そうだね、おしまいにしようかな。そうしますね、今からの人の中途半端になっちゃうから、そうしますね。13位翔太さん、ありがとうございます。12位石井哲司さん、ありがとうございます。11位ぷくぷくさん、ありがとうございます。10位ルディエカワルダナさん、ありがとうございます。9位人生方向音痴さん、ありがとうございます。8位トークン、ありがとうございます。7位ペラペラさん、ありがとうございます。6位キットさん、ありがとうございます。5位翼欲しいさん、ありがとうございます。4位ゆうすけくん、ありがとうございます。3位 NN さん、ありがとうございます。2位カモンさん、ありがとうございます。1位あーちゃん、ありがとうございます。はい、見てくださった方もギフトやコメントや星などもありがとうございます。ありがとう。あ、まだ出なかったまだ出なかったね。でも見て、髪伸びたよね。ちょっと髪の話にしちゃった。髪伸びた、だいぶ伸びたよね。どのくらい、コンサートまでにどのくらいになるかの、湯あけるぐらいになりそう
そんな感じで15分たちなんか微妙なところで4242じゃないよ、402 って402日目でーす。すごいなんか日本語がこまごまになっちゃった。ではではありがとうございました。見てくださった皆さん、またね、バイバイ。